じゃあこんにちは、こんばんは、三浦ですということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。まあサムネだったりタイトルであるとこの写真でお分かりかと思いますが、じゃんということでリーグワン移籍が大変なことになっているぞと、特に移籍先が気になる選手10人を挙げてみたということで、そうですね、もう本当に多くの方が対談を発表しております、なんですが、もうほとんどが移籍先はまだ発表で、もう少し後のような気がするんですけれども、その中でもですね、どこに行くかという予想とかは置いといて、三浦がですね、この10人はどこに行くんだろうということを楽しみにしていると、ああいう10人を挙げさせていただきましたということで、よろしくお願いいたします。まずはちょっと告知なんですけれども、明日ですね、6月の8日土曜日の18時からイベントやります。17時半から受付開始します。先ほど登録していただいた方にはリマインドメール送らさせていただきました。明日楽しみましょう、安江さんとね、後藤さんと素敵な時間を。リーグワンロスなんて言ってる場合じゃねえぞということで、よろしくお願いします。じゃあ、本題に入ります。例年にないチーム対談発表が続く。もうね、一時期毎日ブルーでしたよね。3シーズン目、リーグワン始まって過去最高の対談人数なのではということで、動きがですね、まあ、数字で表せないんですけど、個人的にはなんか3から5倍違うような気がするんですよね。皆さんもどうですかね。僕はなんかそう感じちゃってるんですけれども、とにかく今までにないぐらい本当多くの方が動いてるという感覚でございます。しかし対談発表だけで移籍先の発表はほとんどないと、ああいうことと、あとはそうですよね、イーグルスの松井千人選手が移籍するっていうのがちょっと SNS であって、で松井千人選手が千人選手がその後 X 言ってましたよね、移籍しませんと、SNS の情報は嘘ばっかなんで気をつけてくださいと、ああいうようなことなので、まあね、予想とかするのは楽しいと思うんですけど、かなりなんかナイーブ、シビアな問題でした。あと、ちょこちょこ僕のところには、まあ、こういう活動してるから情報入ってくるんですけれども、そこは、まあ、正式な発表を待ちましょうということで、とにかく結構三浦がその対談するということを聞いて驚いたっていう人を中心に、でも、必ず次の新天地で頑張ってくれるっていう選手を10人、プラスアルファ、上げさせてください。それではよろしくお願いします。対談者はマジで多いが、特に移籍先が気になる10名を挙げてみたというところで、まずはもう表紙に合う通り、ちょっと衝撃を受けましたよね。いや、松田力也選手の対談はびっくりしましたね。いや、もう堀江さんとか内田さんの話は聞いてたし、まあ、他の選手とかも、まあ、ちょこちょこあるかなと思ったんですけどね、大御所の中心的な人物の松田力也選手と、で、まあ、ファンは、サンゴリアスファンは驚いたかもしれないですけど、僕はなんか、斉藤直人選手は、そこまで、なんか、予想してたっていうよりも、なんか受け入れられましたね、なんか簡単に。あ、そっか、やっぱ次のステージ狙うんだな、なんて思いながら。流選手とどうのこうのとか、他の選手が移籍してくるっていう話とか、そういう話はちょっと置いといて、なんか斉藤直人選手自身が、まあ、だから今日はそういう話じゃないんですけど、まあ、個人的にはね、以前海外に行ってほしい選手っていうのも結構前に動画上げてるんですけど、当然斉藤直選手とか僕入れてるんで、まあ、ちょっとどうなるか分からないんですが、期待したいと思います。あ、すみません、今日はねそこまで話しちゃダメですね。この2人は今回の対談発表者でもトップクラスに騒がせた2人なんじゃないでしょうかと、ああいうところです。でもう本当にまた調べちゃったんですけど、本当なのと思って、次実はびっくりしたのが、僕彼なんですよね、ニコラス・マッカラン、ブレイブルーパス、ごめんなさい、ちょっと松永選手との写真入れちゃってますが、いや松永選手はね当然残るんですけど、いやマッカラン移籍みたいな、対談みたいな、いやだって相当フィットしてますよね、ブレイブルーパス。しかも日本代表そこで呼ばれてるし、何の不満があるんだろう、不満ないのかな、いや、なんか何なんだろうと思って、何回も耳を疑って間違ったんじゃないかなとか思って、マッカランと兄弟でやってるんで、兄弟の方かな、とか思ったりもしたんですけど、いや、何回調べても、ブレイブルーパスのこのマッカランが対談するっていう情報なので、いや、まあ、当然ね、辞めるってことはないと思うので、次の、新天地のどこ行くか、ワクワクします、ドキドキします、頑張ってください。いやー、びっくりしました。
で次はもうね、あでごめんなさい、次行く前に同じブレイブルーパスで言うと、まあ納得っていうか、まあしょうがないなと思いながらも応援したくなるのがやっぱ中尾選手ですね。まあね、モンガが来てね、一番影響を受けたのは、いろんな意味で影響を受けたのは中尾選手だと思いますが、もうファンも多いですし、堅実なスタンドオフのプレー、ディフェンスもいいですしね、スタンドオフとしては今いる松田力也選手とか李承信選手とか高本幹也選手、家村選手とかとはちょっと違う色のスタンドオフで、やっぱりね、日本代表を返り咲いてもらいたいんで、他の新天地の活躍期待しております。ファンが多いんでね、頑張ってください。で続きましてね、せっかくじゃねえや、ボーデンが帰ったのに移籍するんだみたいな感じでしたね。まあ、レアマリンタロー選手もね、もう東海時代から当然、いやーそっか、まあでもね、きっと続けるんで、次にどこのチーム行くか応援します。レアマリンタロー選手、スタンドオフ、天才スタンドオフ頑張ってくださいということと、同じベルブリッツからは、まあね、福田健太選手はね、まあ、あのチーム行くとかいう噂あるんですけど、まあ、今日はその話しないんですけど、まあ、とにかくただジェイミーのラグマガの記事でもやっぱり、斉藤直人選手、小山選手、藤原選手のやっぱとセットでやっぱ名前上がってるんでね、でやっぱ福田健太選手はやっぱ試合出てなんぼですよね。サンウルブスとかの時すげえ良かったですもんね。なんかね、少しだけ声かけてね、かかりましたけど、頑張ってくださいと、いうところですね。どこ行くんだろうと、いうことです。で、猪木ブルアもね、イーグルスでいいと思ったんですけど、まあね、本人いろいろ考えることあると思うんですけど、個人的にはね、沢木さんにもっとしごかれてほしかったなっていう、もう琉球大時代がファン高屋か、まあいろんなバランスも考えてか、彼をもっと必要としてくれるチームが多分いるということなんじゃないでしょうかということで、日本代表も全然あります、頑張ってくださいと、ああいうことと、あと個人的に結構、まあね、カイポイ選手、覚えてくれてる方いらっしゃるかどうか分かりませんが、カイポイ選手の特集動画撮って、ホンダ関係者からメッセージいただいてたんですよね。素敵な動画ありがとうございますと、カイポーリーは本当いい選手なんで、これからも応援よろしくお願いしますみたいなメッセージいただいて、なんですけどね、僕の動画撮ったのがいけないかどうか分かんないですけど、そっからすごい怪我と、いうところで泣かされて、でもうプロ契約してるんですかね。僕が動画撮った時何年前か忘れちゃったんですけど、その記事ではやっぱホンダの仕事をしながら仕事とラグビー両立してるみたいな記事だったんで、まあでもここで対談で移籍ってことは間違いなくプロ契約としていくような気がするので、カイポイ選手頑張ってください、応援しております。でそうか、レメキか。でレメキは個人的にはショックっていうよりも、なんかグリーンロケッツでもっとやってほしかったなっていう感じなんですけど、でもまあそのレメキ選手とか昔の代表だった山田明人選手とかって結構似てるかなと思ってて、結構移籍とかに関してハードルが低いっていうか、それよりもやっぱ自分のベストなパフォーマンスを出せる環境をすごい探してるような選手だと思うんで、応援したいんですけど、でもグリーンロケッツで僕はレメキ選手以上に、ごめんなさい、本当に頑張ってほしい選手が今回移籍するということで、前田動画選手ですね。ね、シャイニングアークスから新天地目指してきたんですけれども、なかなか定着しないということで、いや本当にいい選手なんですよ、本当、ルックスももちろんいいですし、本当にいい選手なんですけど、やっぱね続けてもらいたいし、やっぱ試合たくさん出てもらいたいんで、どこ行くか要チェックしたいんですけど、先ほど挙げたようなスタンドオフの選手をやっぱ突き上げてもらいたいなと、こういう選手たち、もうちょっとで代表とか、もう少しでリーグワンの顔になる選手とかも、やっぱ頑張ってくれる方がファンは楽しいんでね、前田とか選手、どのチーム行くか、応援しております。で、ね、ちょっとスティーラーズからは、ちょっと雰囲気似てるんですけれども、同じポジションですね、復活、山田育真選手と榊林平選手ということで、東海大、大東大のそれぞれのエースクラスの復活だった選手が、なかなか神戸で、
まあ、ちょこちょこ試合出てるのは知ってたんですけど、やっぱ定着しないとあいうことと、すみません、名前ど忘れしちゃったんですけど、あの明治からの、選手がね、やっぱ相当頭角を現してきてるんで、まあね、でも中村俊太選手みたいな事例もあるので、他のチームで、フッカーは本当、日本は嬉しいことにね、人材宝庫なんで、あやっぱ試合出てるよう、出れるようなところに移籍して頑張ってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、最後。ちょっとここで多分10人なんですけれども、ちょっと最後おまけっていうか、やっぱりその対談した、対談っていうのは今度は会話の方ですね。ズーム対談させていただいた松尾選手も D-ROCKS を対談ということと、明治からずっと応援している石川貴弘選手も D-ROCKS 引退、あとは対談、それと、あとは青学時代からずっと応援している金沢選手、ライナーズね、もうアーリーエントリー時代からすごく試合出てたんで、なんかライナーズにフィットしてるなって勝手に思ってたんですけど、対談されるということで、まあ、こういう選手たちもリーグワンを盛り上げる選手として、もう本当どこ行くか応援したいなと思います。頑張ってください。いやいや、もうこんなもんじゃないですけどね、一応無理やりちょっと気になる選手を絞ってみました。あなたが気になる対談選手はよかったら、私はこの選手の移籍先が気になるよなんていうことがあったら、よかったらコメント欄で教えてください。本日もお付き合いいただきありがとうございました。それでは明日、トークイベント参加される方楽しみましょう。それでは。